それではチーム紹介の VTR からご覧になってもらいましょう。どうぞ。VTR をご覧になっていただきました。それでは早速発表に移ってもらいましょう。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。私たち奈良女子大学生活環境学部住環境学科チーム中山ゼミです。では発表を行います。よろしくお願いします。まずメンバー紹介を行います。メンバーは浅田里奈、高原めぐみ、松下由衣、井上鈴鹿の4人です。はじめに私たちの提案には3つの背景から来ています。1つ目の背景は奈良県の外国人観光客の数です。奈良県には10万人以上の外国人観光客が毎年訪れます。これを県民あたりで計算すると全国第3位となります。とても多いことが分かりますね。そして2つ目は国宝重要文化財の数です。奈良県には正倉院や東大寺などの1400件の国宝重要文化財があります。これは東京都、京都府に続く第3位の多さです。3つ目は奈良県の特産物です。奈良県は恵まれた気象状況が揃っており、古くから農業が盛んです。現在は牡蠣の生産が全国第2位、梅の生産が全国第3位、お茶の生産額が全国第6位、その他にもいちご、丸ナス、ほうれん草、米、トマトも有名です。また今回のテーマには若者が帰ってきたくなる街ということで、私たちは本当に奈良市の若者離れが進んでいるのかという疑問がありました。そのため大学生男女100人にアンケート調査を行いました。その結果、1位京都市、2位神戸市、3位大阪市となり、奈良は最後から3番目でした。この結果を踏まえて私たちは若者が住みたい街ランキング上位を奈良をという目標を設定し、この目標を達成するための政策案を練りました。先ほど述べた外国人観光客の数が多いことと、歴史がある町であること、豊富な農産物があるという3つの背景と、奈良市を若者が住みたい町ランキング上位にするという目標を踏まえ、私たちが提案するものは古い都での3つの新しい暮らしです。3つの新しい暮らしとは、その人の生活や仕事に合わせた暮らしが3つのうちから選べるというものです。選択肢は町屋で暮らそう、民家で暮らそう、若者のための集合住宅で暮らそうです。まず奈良らしい町屋で暮らそうについて紹介します。場所は奈良町を想定しています。町屋は今の状態では古い、寒い、暗いなどの問題と、周りに歴史的建造物が多い、日本らしさが外国人の関心を集めるなどの長所があります。町屋での新しい暮らしのコンセプトは
改修した町屋でルームシェアをして、一部屋は外国人観光客にゲストルームとして泊まってもらい、暮らしの中で交流できるというものです。食堂や共有スペースを交流します。また居住者は奈良の文化が知ることもできます。仕事は近鉄奈良周辺で商店街、夢キューブ、企業などが考えられ、この暮らしの中で外国人と交流することにより観光客のニーズが分かり仕事に活かせます。町屋での暮らしのイメージです。プランは家の外枠を変えずに間取りを変えて 1,2 階を合わせて10人暮らせるようにしました。家のそばの一部屋を外国人観光客にゲストルームとして提供し、食堂や今を食堂今で食堂と楽しみながら交流します。二つ目は豊かな自然の中での民家の暮らしです。この提案は開放的な農村部で地元の人と農業を通して交流を持ちながらシェアハウスで生活するというものです。場所は月の瀬、杉などの奈良市農村部です。これらの地域は自然が豊かでとてものどかな開放的な地域です。しかし高齢化が進み若者が減少し空き家が増え、耕作放棄地も多いことで現状として挙げられています。民家での暮らしはそれらの空き家を改築もしくは増築し、若者にシェアハウスとして提供します。そこでは地元の人と交流でき、地元の人に農業を教わり、土日は耕作放棄地で農業をすることができます。こちらが改修後のプラン案になります。個室は6部屋あり、1階の中央に共同スペースと食堂が設けられています。ここでは入居者や地元の人との交流が気軽にできるようになっています。外観のイメージはこちらです。3つ目は目新しさを求めた若者による若者のための集合住宅です。この提案は20代若者約30名が単身で暮らすアットホームな寮のイメージです。場所は交通に便利な大和西大寺駅付近で、制作案は建築学生や若者建築家に公募することによって学びの場、新たな観光資源となることが予想されます。施工は民間委託する予定です。この集合住宅の暮らしは奈良県産品を中心とした食事付きで、住民のプライバシーを確保しつつ観光客や居住者同士が交流するための共有スペースを設けます。また観光客が宿泊できるゲストルームも含みます。ここでの暮らす人々は仕事日には大阪や京都方面で仕事をし、休みの日に奈良の文化を堪能し、奈良ならではのゆったりとした暮らしをしていただきたいと思っています。以上の内容を踏まえて、私たち住環境学科で設計を専攻している生徒にイメージプランを作っていただいてもらったところ、このようになりました。一つの例としてご覧ください。効果についてです。これらの古い都での町や民家集合住宅による新しい暮らし方により、若者に対する効果、観光に対する効果、地域に対する効果が得られます。若者に対する効果は、若者の人口増加、
若者に新たなチャレンジの機会を提供、奈良ならではの仕事をアピールできます。そして観光に対する効果は、新たな観光資源、外国人観光客が日本の若者と交流できる場所、奈良を知ること、奈良を知り楽しむことが口コミにつながります。そして地域に対する効果は、地産地消、空き地の改修、高齢化が進んでいる場所に若者が増えるということです。これらの効果によって奈良に住みたいというイメージができます。予算についてです。民家町屋は改修時または増築時にかかる費用がほとんどです。一棟あたり改修にかかる費用は200〜400万円、奈良町屋エリアでは上限500万円まで改修費用の半額を市が負担してくれる奈良市都市計画形成地区建造物保存整備自費補助金制度があります。よって一棟あたり100万円から200万円となります。集合住宅は建築学生や若い建築家を交互に若い建築家に交互で設計してもらうため、その設計案のコンペの費用が必要になります。コンペは会場費、広告費、審査員への謝礼などがかかります。合計すると1回のコンペに開催にあたり100から500万円かかると想定されます。さあ皆さん、奈良市でこのような新しい暮らし方をしてみたいと思いませんか？町屋、民家、集合住宅、あなたに合った暮らし方を見つけてください。ご清聴ありがとうございました。